おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。眠い、ティラ眠いです。どうもティラ眠いだ、完全に。こりゃあのですね、今日5時間しか寝てないです。なんか最近ね、胃が痛いんすよ。胃が痛い、なんだろう、職場のストレスもさることながらなのかなちょっと胃が痛いことが多くあります。多分食生活の問題もあるんじゃないかと。いつも不健康な食事をとっております。はい。あの実写動画以降、私実写の動画を撮っていません。不健康な生活がバレるからですね。そんな不健康人間、今日やることは決まっております。行ってみよう。さあ、コロシアムセンターにやってきました。ダークドレアムからの挑戦状を受け取ったということで、まぁ、ちょっと時間飛んでるんですけど、最高のバトルでした。あ、そうっすか。いつの話っすか。あ、最高のバトルだったね。あれは確かに最高のバトルだったよ。腕組んどる。モリー腕組んどる。落ち着いとんな、お前。お、マジの話はマイクマンから聞いたぞ。うん。来たよ。あまりにも危険なのでは。いや、あんなに私はついている。危険なことはないだろう。まあ、ゲームだから。今までやってきた俺は何なんだ。ゲームだからで一周しないでくれ。受けてみるか。いいえ。怖がることはないぞ。You は王者なのだからな。お前、受けてみるかじゃって、受けろじゃん、それは。もう拒否権全くないじゃん、いつも。来ました。天空の月が光って差し込み。もうこのイベント初め見た時、うおー言うたけどな、もう笑えて仕方ないわ。大統領、筐体飛んでったもん。筐体飛んでったで。この街どないなってんの一体。この街の科学ってどうなってんの、筐体が飛んでくとかさ、ロケットになるとかさ、もう意味わからんことになってるから、正直。すんげえアニメ展開になってんだよ、これ。今の文化って、筐体を宇宙に飛ばすんですね。そうだね、そうじゃないと、カードゲームできないもんね。筐体宇宙に飛ばすってどうなってんの。宇宙衛星スラバスターの中にあるんですよね、ダークドレーム。つまりダークドレームは宇宙衛星スラバスターの中に住んでるというね、恐ろしい設定が追加されました。ダークドレームがちょっと滑稽になるんで、ちょっとだからこのスラバスターをダークドレームが操ってるってことやもんな。確かに宇宙衛星だからね、スラブラスターは。目赤くなった。つまりこの大会の場所をダークドレームが作ったというわけですね。宇宙衛星スラブラスターの中にゲームの部屋があるってわけですね。スラバスター何でもあるな。その通りだ、モリーよ。私の名はダークドレアム。いちいち一枚目出すな、お前。いちいち一枚出さんでええがな。お前、ダークドレアム好きなんやな。バトルロードで遊んどんやな、お前も。私をね、眠りから呼び、なんで子供たちのさ、遊んどる心ですよ、眠りから呼び覚ますんや。ただそれうるさかっただけちゃうか。さあ、試練の9番勝負が始まります。つまり、こちらっていうのは、すべての大魔王と戦うモードです。はい。フラットの状態。勇気がフラットの状態で、1P プレイ状態の、魔王と戦うわけですね。まずはこいつ。闇の覇者。レベリングでお世話になりました。竜王が登場。来たよー。5200。もう、竜神王ってめっちゃ言われてるぞ、お前。初回の時、私、すべて、モンスターマスター。ほとんどモンスターマスターでした。この試練の9番勝負、そしてですね、先に控える灼熱の10連戦、すべてモンスターマスターだったので、2回目のプレイは、すべて主人公で参ります大丈夫かな、全部つばぜりあるぞ。はい、というわけで、主人公入りで、すべての魔王を制したいと思います。なので、不安定要素が出てきます。今までモンスターマスターで初回はクリアしました。ただ、不確定要素としてつばぜり合いが必ず存在します。ただ、つばぜり合いさえ勝てば、かなり塩梅になる。そう。勝つ流れになれば、パッと勝てると思うんですよ。なので、まあ、とりあえずね、つばぜり合いのね、リスクが一番怖いんだけど、そのリスクさえ超えれば勝てるからね、主人公は。はい、よいしょーまずね、さりげなく打ちました、竜滅拳です。どう見てもドラゴンキラーです。さあ、キスコ行ってこーいまたキスコ来ました。いけ、回ろう、ほいやっぱキスコ来たか。やっぱり来たか。さあ、ここでリザードマン、勇者のお供とびは、そうかで、行くぜ、リザード、全員落としていけ、さあ、行きましょう。オッケー、オッケー。竜王はね、氷、雷あたりが弱点なんで、まあ、今回は刺さってます。で、こいつは一旦目攻撃しません。こいつは一旦目攻撃しません。あっと、主人公が止まっていくか。どうしようかな。
まだ様子見る？まだ様子見よう。まだ様子見よう。打点は取る、打点は比較的に竜王は取りやすい魔王なんで、ただ5200をやっぱね、基本的にツバゼレンじゃあ負けます、負けた場合っていうのは、2P プレイなら削り切りができるんですけど、まあ、1P プレイでね、削れというのはかなり無謀な話で。しかも主人公入りなんで、モンスター3体が強いわけでもなく、食いちぎる来るか、ベギラゴン来てほしかったけど、おいおいすー、いや、ちょっと待って。ここに受けるか。さあ、リザーブ行ってこい。デイン、行くぜ、雷落としてくれ。行くぜ、はい。さあ、不確定要素の 出番ですね。不確定要素、つばぜり合いです。魔王戦は、これに勝つのが先決です。もうこれが一番。もう、戦いの5割占めてるから。9、8、7、うわ！このような映像が続きます。ちょっと待って。だから主人公入り苦手。主人公入り苦手だよ。やっぱモンマスやりてー。俺やっぱモンマスがいいよ。俺やっぱモンマスがいいよ。やっぱり俺モンマスがいいな。おー、ナイスキスコー。まだ勇気たまんない。竜王なら、竜王ならまだあるか。竜王だったら、とりあえず竜王ならギリギリ削りきれるかなって思ってます。はい、よいしょ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、いける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 。まあこういうことですよ。つわぜり合いに負けるとね、勝率をほとんど落としてしまうんで、それが難しいとこなんだよな。さあ、雷落としてリザーブ。でも大丈夫。多分、次の攻撃が食いちぎるは煉獄の火炎。どっちも攻撃技ですけど、多分ね、たまんないんじゃないかな、勇気。たまったら負けですよ、ちなみに。たまったらもうお前、ルシャライかまします。よろしくお願いします。お、キスコ避けた？キスコ！キスコ！ありがとう。よかった。はい、行くぜ、せーの、はい。ゴリ押すなよ。すぐにゴリ押す。竜王だからよかったけど。ね、竜王だからよかったけど。これ、この先これやってけんのか、おい。来ました。白で目でもこいつ強いっす。白で目でもこいつ強いんだよな。こいつ頭おかしいんだよ、白目でも。死体を破壊ししろ、もうこっから勝てねえよ。いや、こいつレジェンドクエストの2でさ、嫌な思い出しかないんですよ。で、指導なんですけど、1ターン目はともかくとして、2ターン目は必ず攻撃をしてきます。指導白目は2ターン目は、破壊の宴とかジゴスパークの強力な攻撃なんですよ。なので2ターン目でつばぜりを仕掛けます。いくぜー。何を考えてるかって言いますと、2ターン目のつばぜり合いっていうのは黄色の可能性が高くなるんですよ。それだとね、勝利に遠くなります。なので2ターン目に赤をする方法は、森蓮かつ進化の秘宝という勇気補正。森蓮で勇気が80上がっていて、これで主人公止まるとね、つばぜりはできません。ちなみに言うと、おい、ナイス。だから森蓮の勇気加速と進化の秘宝で2ターン目を必ず赤に持っていきます。さあ、低いを打っていく。指導5900結構高い方なんだよね。まあ、ここで食らうのは仕方ない。知ることは先進的行動炎弱いから知らないね。さあ、ここでいきましょう。ちなみにここで負けるとね、僕のね、方程式が全て崩壊します。赤いける？あ、シールドこそ動けなかった。そうだよな、シールドこそ動けなかった。でかかったか。いきます、黄色なら。行くぜー。今度はどうだ。よっしゃ、よし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 。シールドこそ動けなかったので、痛かったな。まあ、勝ったからよし。ここからが問題なんですよね。ここからが問題で、まずは3300、まずは3300ボーダー内に削ります。とりあえず物理人型チームのおかげで、バトルマスターの補正と力はそこそこある方なんで、削り切ることはまあ、いけると思うんですよ。とどめげんなり削るのはいけるんじゃないかな。
さあ、3ターン目は凍てつ稼働、または地獄の豪華ですね。はい、地獄の豪華がまあ来たとしても炎の戦士がいます、こっちは。生き尻尾と共、4連撃はい、よいしょ !OK! 今回は4連撃いきます。これがそこそこにね、回心も出るからね。はい、ナイス、そういうこと。スターライト並みのね、スターフレアか。回心率がそこそこありますんで。で、ハヤブサの爪ってね、素早さが上がりやすいんで、すごく。それが大きくて、そうするとね、回心、素早さが高いほど、回心が出やすいっていうシステムもありますんで、このゲーム。それを狙った装備です。さあ。さあ、チトカタチームの上がったかし、ね、力を活かしていくスタイル。まだ雪溜まってないね。次のターンで溜めましょう。ここを地獄の豪華が凍てつ稼働。凍てつ稼働ラッキー。で、次勝ちです。はい、勝ちました。もう、勝利確信してます。ね、長いことこのゲームやってくるとですね、敵の行動は知ってるんですよ。次のターンは、凍てつ稼働は絶対しません。攻撃のみです。つまり、ここでボーダーまで削ったら勝ち。外さなければ勝ちだよ。行くぜ。はい、暴行行くぜ。オッケー、ナイス。もう一発だったら勝ち。ほぼ勝った。疾風塗装4連撃。オッケー、ナイス。トム・ケンダー入った。もう勝った。もう勝ちです。上から1200が超えると勝ち。いつでのね、指導の時みたいにね、あれ上からね、1200これ来ても勝ちです。俺根に持ってるからね、上から1200。来いよ、余裕だよ。それでもこれ強いんだよな。多分これくらい1300くらい食らうんじゃない。そうだな、1300くらい食らうんだ。こいつ白目でもさ、強すぎない。白目でも強いんだよな、指導って。はい、ナイス。なんで勝ち確定した瞬間におめえら会心出すんだ。オーバーキルにも程なんだろう。すいません、なんか違うの出てるんですけど、多分あれっすね。これ次の大魔王に備えた、もう僕頭の中が次の大魔王に行ってるんですよ。なんで頭の中が次の大魔王のせいでマジックバリアが出てしまいました。さあ次だ。次はね、ちょっと個人的に、ワンチャン鬼門説あるから怖いんだよな。いや、勝つしかねえぞ、おい。いや、ここ、さっきマジックバリアしたのゾーマのせいなんだよな。いや、そこそこに強えぞ、こいつ。こいつもなんか白目のくせに強いんだもん。HP7000 あるし。いや、参ったなぁ。勝つしかねえんだ、俺には。いや、もう自分をメタルだと勘違いしてるのではないかという電電流の参戦ですが、まあ、これはですね、ゾーマの技に、意味がありまして、1ターン目はメラゾーマかサイコキャノンなんです。で、1ターン目のメラゾーマかサイコキャノンに関しては、メラゾーマが来た場合、電電流が大きく変幻できます。電電流の非耐性ってものすごいんですよ。で、サイコキャノンはサイコキャノンでね、まあ誰しもが耐性持ってるんで、まあそんなに食らわないかなと。従事するのは呪文攻撃です。で、電電流はね、ゾーマの打つ呪文の中にマヒャドぐらいしか弱点取られないんですよ。なので、じゃあ、いきます、飛び上がる、せーの、ヒュー。打撃弱点も相まってね、メタルキングのね、力40でもそこと、来ました、メラゾーマ。これですよ、危惧してたのは。これ、炎耐性がないと偉いことになっちゃうんで、デンデン流がね、多分軽減してくれると思います。頼むぜ、デンデン、デンスケ。デンスケ頼む。うえ、それでもこんなもんか。それでもこんなもんか。なんで俺かよ、砂ぎ目じゃないの。なんで、間違ってる。間違ってる。落ち着け。落ち着け。落ち着け。落ち着くんだ。なんで俺間違えた？砂煙でいいんだよ、そこは。ヒップアタックでいいんだよ。ヒップアタックでいいんだよ。なぜ俺間違えた？やばいな。ちょっと落ち着こう。主人公落ち着け。メタルキングの盾装備しとるよ、お前。よく見たら。でも高速切りの方がいいんだよな。打点取れるからな。メタルキングの盾が完全に腐ってるんですよ、正直、大魔王戦には。ただし、高速切りの威力は高いんですよ。威力を取ったんですよ。おーし、ナイス。さあ、今度こそゼシカがお仕事ですよ。さあ、よし、ダウンウォールいいよ。ダウンウォールいいよ。デンスケにつなげ。いいよ、いいよ。あ、でもこんなもん出んだな。ダウンウォールにはならない。マヒャドレス、オッケー、ラッキー。まあ、どっちにしても2ターン目はゾーマね、呪文か貯めるですから、マジックバリアしとくは絶対食らわないんですよね。まずは。さあ、問題は次のターンですよ。竜王みたいなことになったらもうおしまいです。竜王みたいになったらおしまいです。行くぜ、デンスケ。引っ張っとく。せーの。
はい、毎度さあ、行くしかねえぞ。ここ勝つしかねえんだよ。アブレジット、いざ行こう。悪くないでしょ。赤のこれならね、そこそこ行きます。赤の中間ならそこそこ大丈夫。 OK。 赤のね、あそこなら黄色のマックスぐらいの威力はありますんで大丈夫です。どっちでも大丈夫。お前は天罰で305、いいよいいよ、打点は取れてる。あとはこのターン、え、次のターン削れるかこれ。待って、次のターン削れるかこれ。これ怪しいな。次のターンに1000弱削らないとダメか。ちょっと怪しいな。4ターン目は魔兵とか凍てつく波動です。なんで、凍てつく波動打ってくれると勝率が上がるんだけど、マヒャドの場合やばいな。電付けがだいぶ食らうしな。引っ張ったく、いくぞ、電付け。会心出してもいいんだぜ。せーの、はい。貯めていい。貯めていい。あ、ラッキー。それはラッキー。これはね、ほぼもらったかな。これはそこそこに大丈夫。多分これはいけた。まずここ当たるのはでかいですね。とどめ剣なりは持ってきましたけど、あ、勝った、勇気たまった。まさか勇気たまるとは。ちょっとたまんないと思ってたけどいけたわ。よし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 、一発突破。お前は多くのやつに倒された。報われてもいいんだぜ。いくぜ、ギガマリヒュー、いけー。よし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 、白目でも嬉しいな、正直。いや、昔こいつにめっちゃ負けてた覚えんだけど。シャープいくつだっけ？なんかめっちゃ負けてた覚えんだよな。よし！